八重市の空中写真。2008年撮影の26枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。地図八重菱八重菱の珊瑚礁八重菱八重菱は沖縄県宮古列島の池間島の北側に広がる日本最大の卓上珊瑚礁群である。国の名称及び天然記念物に指定されている。 宮古島北方にある池間島の北約5から2 2トルに位置し、南北約1 7トル、東西約6 5キロメートルにわたって広がっている。八つの大規模な珊瑚礁を中心に、小規模な珊瑚礁が集まって形成されており、珊瑚礁の総数は100以上に上る。守備士は最大の図を中心して南北に伸び、これに並行して2から3列の卓礁、浅瀬、 暗礁が伸びている。この方向は、宮古島の地質構造の方向と整合していることから、八重菱の下部には、宮古島と同様の地質が存在すると推定されており、最終表記には陸地であった可能性が高いと考えられている。八重菱の面積は、宮古島の面積の約10分の一に及び、海面上に出ることのない暗礁や照射面まで加えると、 約3分の1にも達すると言われる。普段は海面下にあるが、大潮の干潮時には一部が海面上に貫出することがある。特に春から夏のかけての寒満差の大きな時期には、島のように広く海面上に現れる章がいくつかある。ため、幻の大陸とも呼ばれる。寒満差が一年で最大となる旧暦3月3日には、伝統的に砂仏と呼ばれる。 薬払いの行事が行われており、かつては観光上陸のイベントも行われていた。八重市は産後の群生地であるため工業場であり、1350年頃にはすでに漁業が営まれていたとされる。また、スクーバダイビング、シュノーケリングやレジャーフィッシングのスポットともなっている。2013年3月27日に、宮古島に、 固有の生活文化とのつながりの下に親しまれてきた優秀な海浜の風地景観であり、我が国最大の卓上の珊瑚将軍としても重要として、名称及び天然記念物に指定された。2014年には筆岩とその周辺海域が追加指定されている。また、2001年12月には、環境省による日本の重要湿地500に、2016年4月には、 これを更新した生物多様性保全上重要な湿地にそれぞれ選定されている。国土地理院は平良市からの要望を受け、1999年12月1日に八重菱の2万5千分1地形図を発行した。これは通常の地形図2枚分の A1 サイズで最大艦長時に海面上に現れるサン礁と海面下のサン礁とを初めて色分けして、 記載したものであった。この地形図は、全国初の陸地のない日形だけの地形図ともされるが、一方で、陸域との関係を明示するために、池間島等々が含まれているともされる。その後、2008年8月1日に、八重市の地形図を再編集して2万5千分1地形図、筆岩が発行されている。また、5万分の1地形図、 宮古島北部にも八重菱が掲載されている。八重菱の膝は、島の周辺に広がる珊瑚礁のことである。八重菱という名称の由来には、諸説があり、八つの膝からなるからとも、膝が幾重にも重なっているからとも言われる。八重菱は、八重菱のほか、宮古島北部の島尻では、ヤビジ、カリマタでは、ヤッピシなどと、様々に呼ばれてきた。 1999年の地形図発行にあたって、国土地理院から故障の統一を求められた平良氏は、八重美氏の故障を、八重美氏に最も近い池間島での呼び方で、市の行事でも従来用いられてきた、や、美事とすることを決定している。八重美氏を構成する省のほとんどには、人体の各部分、動物等の現地名がついており、その数は約130に達する。 1697年の原読国絵図には、すでに八重菱がかなり正確に描かれており、八重菱の名称やその範囲が、東西一里半、南北五里である旨の説明も記されている。1797年には、ウィリアム・ロバート・ブロートンが船長を務め東、アジアを調査中であったイギリス海軍のプロビデンス号が、八重菱の北西端の珊瑚礁に乗り上げ、 船底から浸水して沈没した。この後、八重氏は変えずに、プロビデンス賞として記載されるようになった。2008年に、沖縄県立埋蔵文化財センターによって行われた潜水調査では、プロビデンス号と推定される、外国船の残骸や、積み荷や、船員の所持物と考えられる鉄のインゴット、中国産陶磁器、ヨーロッパ産陶器、ガラス瓶、 ガラスビーズが発見されている。民間業者によって、シュノーケリングやダイビングのツアーが再行されている。また、4から8月には、早手が保有するクルーズ船、モンブランによるツアーが、大潮に合わせて、月2回程度行われている。1983年から2014年までは、3日、前後の数日間、八重菱祭りとして、宮古フェリーを呼び、 早手が保有するフェリーによる八重菱上陸ツアーが行われ、毎年2000から3000人が八重菱に上陸していた。このような観光上陸に対しては、生態系の荒廃を招くとの批判もあり、産後障ガイドの試験導入やガイドライン策定の取り組みなどの対策が行われていた。しかし、2015年のイラブ大橋開通に、伴い両者の平良港皿浜交換の定期航路が、 廃止され、フェリーが売却されたため、2014年のツアーが最後となった。ありがとうございます。